人仰の旅、記号神の祝福を受けた女性たち。旧約聖書と新約聖書には、神の祝福を受けた偉大な女性たちの物語が数多く記されています。以下は、その中でも特に感動的な三つの物語を聖書に基づいて紹介します。イチュハンナの涙の祈り、イツサムエルキ一生。 ハンナは長い間子供を授からず、深い悲しみに暮れていました。彼女は主の神殿で泣きながら祈り、こう誓いました。万軍の主よ、もしあなたがこのわしための悩みをご覧になり、私を覚えてくださるなら、男の子を授けてくださるなら、その子を一生あなたに捧げます。1サムエル記1時11分。神はその祈りを聞き入れ、 彼女にサムエルという子供を授けました。彼は後にイスラエルの偉大な預言者となり、ハンナの信仰と献身が祝福の鍵となったのです。二、ルツの献身と祝福、ルツキ一章マイナス四章。モアブ人のルツは、義理の母なおみを決して見捨てず、こう誓いました。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。 ルツキ1時16分。ルツはナオミと共にイスラエルに戻り、誠実に働きました。その結果、彼女はボアズと結婚し、ダビデ王の先祖となる血筋に加わりました。彼女の忠実さは神に大いに祝福されました。サンマリアの受胎告知ルカによる福音書一章。新約聖書では、 若き乙女マリアが天使ガブリエルから驚くべき知らせを受けます。あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスと名付けなさい。ルカによる福音書1時31分。マリアはその知らせを受け入れ、こう言いました。私は主の和下目です。お言葉通り、好みになりますように。ルカによる福音書1時38分。 彼女の従順と信仰によって、救い主イエス、キリストがこの世に誕生しました。私たちの聖書の物語のビデオをシェアして、チャンネルに登録して神の祝福を受けましょう。